私この集会にして初めてアサシンクリードの衣装のノクト覚醒バージョンを見ることになります。お、なんか、はい、ノクト覚醒いたします。ノクティス・ルシス・チェラムここで覚醒しますが、フードは取れない、ちっとも取れない。やっぱり朝栗のフードはやっぱり取れないままか。さあノクティス・ルシス・チェラム覚醒いたしましたが、やはりフードは取れないようです。いきましょう、覚醒朝栗バージョン覚醒ノクト。おそらく髪の毛は逆立っているんでしょうが、何せ朝栗衣装でございます。逆立ったノクトの髪の毛も全く見えやしませんね。オッケーでございます。どんどん決めていきましょう。実況もありがとうございます。オッケーオッケーオッケー、決める。はい、ノクティス・ルシス・セラム、どんどん決めていく決めていく決めていく、決まりました。素晴らしい。これで片羽のリヴァイアさんいただきでございます。まあね、リヴァイアさん非常にプライドの高い性格と先ほど伺っておりましたけれども、意外と脆いのではないか。草豆腐を食べたノクトでもワンチャンいけるのではないか。しかもノクティス・ルシス・チェラムが最大 HP が149だったはずが、おそらく4倍ないし5倍これは上がってるんではないでしょうか。いい感じいい感じ、ノクティス・ルシス・チェラム攻める攻める攻める。おお、どうしましょうか。これはリヴァイアさんちっとも HP が減っていないぞ。これは少し私装備を変えたいところ、装備を変えたいところですが、メニュー画面が出せません。私メニュー画面が出せない、つまり装備が変えられない、そういうことらしいです。どうやらメニュー画面が出せないから、徐々に少しずつ彼を削っていくしか手段がないんですけれども、果たしてそれでいいんでしょうか。ちょっと待って、これはリヴァイアさんがめっちゃ暴れている、非常に暴れているけれども、ちょっと待って、リヴァイアさん早い、超早い。どこ、リヴァイアさんどこ、ちょっとリヴァイアさんどこ、あった。あ、実況めっちゃやばい、本当ですか、ありがとうございます。ちょっと待って、リヴァイアさんが早い。ノクティス・ルシス・チェラムが追いついていないけど、QTE が出て、私、非常に今、助かりました。QTE ボタン、もっと欲しい。はい、私、現在、HP レベル1縛り、つけているバフは、香港のお料理の草豆腐でございます。すなわち、最大 HP が今、10分の1と、そういうわけなんですけれども、それでもリヴァイアさんは容赦してくれません。最大 HP 10分の1まで下がった私は QTE ボタンが非常に恋しい、そんな今日この頃でございます。 OK、 来た。それでもリヴァイアさんのマックス HP ようやく半分まで削れたというところ、彼もどうやら負けてはいないけれども、私もさすがにフェニックスの王を2つも使ってしまったからちょっと負けられないぞ。ちなみにフェニックスの王は1つ買うことに1000ギルも取られてしまいますので、私リヴァイアさんのために2000ギルを使っていることになりますね。待って、はい、リヴァイアさん、でもこれ両羽をもぎったから、リヴァイアさんが降参するのも時間の問題、そう思っているんですけれども、彼もプライドが高いから、まだまだ負けられない、プライドが高い者同士の戦いに今なってますが、割と接戦なんでしょうか。でもノクティス・ルシス・セラム、画面下部中央を見ていただくと分かる通り、はい、草豆腐のバフ、最大 HP が10分の1になる謎のバフをつけて挑んでおります。本当は彼は魔導シールドをつけているので、マックス HP は本来は1490ぐらいあるはずが、彼はバフによって最大 HP10 分の1、覚醒モードによってそこからさらに最大 HP かける4倍ぐらいになっているはずなんですけれども、それでもマックス HP が504、505、506、507、そのぐらいしかない。それでも力は強い、 HP を犠牲にするだけのことはある。プライドの高いリヴァイアさんの様々な場所を必死を追っていくノクティス・ルシス・セラム、114代王様、趣味はゲームのハイスコア更新。はい、これで羽を折った、もうちょっとで以上終了ではないか。アサシンクリードのノクト衣装、コスプレしてノクティス・リヴァイアさんに選びます。ノクティスコスプレモードで神様に挑戦していますが、果たしてそれで本当にいいんでしょうか。オフィシャルな衣装を何も考えていないノクティス・ルシス・チェラムですが、これでもうそろそろ決まりそうだ。これでどうよ、ガード、ここに来てガードです。パリ、オッケー、パリ入った、負けてられない。あとは QTE で食べて、ノクト頑張れ、もう少しでフィニッシュ決まるはず。これでどうだ、はい、覚醒モードのノクトが入った、これです。ルナフレーナ様から頂戴した槍を
まあ、混むことなく余すことなく使っていく感じですが、 QTE は私めっちゃ恋して QTE でもこの戦い決めてしまいたいぞ。はい、最後はリバイアさんを開きにして以上終了でございます。